ホームステッドの正面ホームステッドはアメリカ合衆国バージニア州西部アパラチア山中のホットスプリングスに立地する高級リゾートバージニア州切手の温泉リゾートでありゴルフコースゲレンデスケートリンクも備えている植民地時代に建てられた小さな宿屋を起源とする長い歴史を持ち歴代大統領をはじめ要人を数多く迎えたこのリゾートは 国家歴史登録財及び国定歴史建造物に指定されている。ホームステッドは植民地時代の1766年、トーマス・ブリッドがこの地に建てた小さな宿屋にその歴史を遡る。初期の客には独立後に大統領となったジョージ・ワシントンやトーマス・ジェファーソンなどもいた。十九世紀末、JP ・モルガンをはじめとする投資家はこの宿屋を含む一帯を買収し、 古い建物をすべて取り壊し、1892年にメインとなる高級ホテルを中心とした近代的なリゾートに発展させた。最初に建てられたホテルは1901年に消失したが、その後すぐにレンガ作りのホテルが再建された。1910年には、後に海軍大将、またコネチカット終戦室の連邦議会上院議員となったトーマス・シーハートが、 新婚旅行でこのリゾートとなったホームステッドを訪れた。太平洋戦争が開戦すると、ホームステッドは軍に収容され、アメリカ合衆国の中日外交官が帰国するまでの間、日本の中米外交官とその家族を収容する施設として使われた。1976年にはホームステッドでビルダーバーグ会議が開かれる予定になっていた。しかし、 ロッキード事件の影響で会議は中止となった。ホームステッドは1984年5月3日に国家歴史登録罪に、また1991年6月17日に国定歴史建造物に指定された。ジェファーソン・プールズ・ホームステッドのホテルは一番下のクラシックから一番上のプレジデンシャルスイートまで11タイプ、K483 室の客室を有している。 すべての客室にはバージニアの伝統的な家具が備えられ、一部の部屋からはアパラチアの山を望むことができる。ホームステッドの客室は全室禁煙である。ホームステッドの温泉はマッサージやアロマセラピー等と合わせて、雇用のみならず治療や美容にも用いられている。ホットスプリングスの北東約8キロメートルに位置するウォームスプリングスには1761年に建てられ、 1818 18年にトーマス・ジェファーソンがこの地に3週間滞在した時に通っていたことからジェファーソン・プールズと呼ばれている歴史ある温泉施設が現在も残っておりこれもホームステッドの所有となっているこのジェファーソン・プールズも1969年10月8日にホームステッドに先立ってウォームスプリングス・バスハウジズとして国家歴史登録財に指定されている ホームステッドの敷地内には3つのゴルフコースがある。最も歴史の長いオールドコースは1892年に6ホールのコースとして始まったもので、1番ホールのティーグラウンドは現在まで継続して使用されているものとしては全米で最も長い歴史を持っている。1901年には18ホールすべてが揃い、1913年にはドナルド・ロスがこのコースを再設計した。 1923年に完成したカスケーズコースはホームステッドが有する3つのコースのうち最も著名なものでゴルフダイジェスト誌やゴルフマガジン誌でもよく取り上げられる。ローアーカスケーズは最も新しいコースで1963年に完成した。1988年には全米アマチュアゴルフ選手権がホームステッドで開催された。 ホームステッドのゲレンデは1959年に完成したもので、バージニア州内のスキーリゾートとしては最も長い歴史を持っている。北西斜面に設けられたゲレンデには全部で9コースがあり、初心者向け2コース、中級者向け3コース、上級者向け4コースとなっている。リフトは5機設けられており、2人のリチアリフトは山頂に向かい、 三腹で途中下車すると中級者向けコースへ、山頂まで乗ると上級者向けコースへとスキーヤーを運ぶ。山独付近の初心者向けのコースは残り4機のリフトでカバーされている。また、ホームステッドにはスノーボード用のハーフパイプも設けられている。2008年には 30X20 フィートのスケートリンクも開設された。ホームステッドは 国道225号線沿いに立地しており、バージニア州西部の中心都市ロアノークからは北へ約 110km、州都リッチモンドからはスタントンまで、週間高速道路 I-64 を利用して、西へ約 280km である。アメリカ合衆国内外から数多くの直行便が就航している、ワシントンダレス国際空港からは南西へ 約 360km、所要約3時間50分の道のりである。ありがとうございます。